アイスランド航空は、かつて存在した、アイスランドの航空会社である。アブロ504アイスランド航空は1919 19年3月、実業家のガーサル・ジスレイソンら、数人の有力者によって設立された。設立には、書店経営者で後に、レイキャビーク市長となるピエートル・ハルドールソンや、後に、アイスランド共和国初代大統領となるスベイン、ビョルンソンらも加わっていた。 1919年7月、イギリス軍のパイロットであったセシル・フェーバーがアイスランドに到着した。8月には、デッド・デンスキー・ラフト・ファート・セルスコップを通じて購入したイギリスの飛行機アブロ504が部品の形で到着し、組み立てが行われた。9月3日、フェーバーの操縦で最初の飛行が行われ、以降、乗客を乗せた体験飛行が行われた。 月末までに146回の飛行が行われた後、機体は一旦解体された。運航は翌1920年の夏季に再開された。この年はアイスランド系カナダ人のフランク・フレデリクソンが操縦を担当した。フランク・フレデリクソンはアイスホッケー選手で第一次世界大戦中にパイロットとして訓練を受け、1920年4月に開催された。 アントワープオリンピックのアイスホッケー競技において、カナダチームの一員として、金メダルを獲得した。オリンピック後、フランク・フレデリクソンは帰国せずに、アイスランドに滞在し、5月より操縦を担当した。この飛行は人気を集めたが、会社の経営状態は芳しくなく、同社はこの年の秋で運行を終了し、機体は海外に売却された。ありがとうございます。